おはようございます。この動画は鳥居真知子さんに、返信動画という形でお届けしております。メールなどでね、直接返信できればいいんですけども、メールアドレスも電話番号もわからない状態なんで、この動画を見てくださってると思いまして、鳥居真知子さん、あなたにですね、お知らせいたします。動画の方を拝見しました。浩司さんがですね、鳥居真知子さんが動画の更新してくれてますよってことだったんで、お知らせいただいて、私もね、鳥居真知子さんの方に、こちら YouTube チャンネル行ってね、一生懸命話されてるのを7分ぐらいの動画でしたけども、お聞きいたしました。拝聴しましたね。多分ね、何かの期待を私にかけてくださってるんだろうなと思います。で、動画がまだ途中だったんで全部は分かりませんけども、私はね、ご覧の通り隠居してますんで、世の中のことは全く分かりませんし、もっと言ったらですね、社会のしがらみに何にも関わってないんですよ。本当にこうポカンとね、世の中に暮らしてはいるんですけども、でも本当どこの組織ともつながってないんですよね。その中で私唯一関わっているといえば、この YouTube を通じて私の動画の視聴者さんっていうんですかね、こちらの方とだけは社会活動してるかなっていうところなんですよ。ですんで、今回鳥居真知子さんがお知らせくださったことが私の全てであり、私の視聴者さんがコメント書いてくださることで私の世界観は出来上がってますので、これからもね、お気づきのことをどんどんお寄せいただきたいと思います。今回はある国会議員の先生のところに、お店の負債かなんかのことで相談に行かれたんですかね。ちょっとその辺の経緯もいまいち聞き取れなかったんですけども、で、返済のことはもう整理が片付いているという前提で、司法書士さんのところに行くと、まだ返済の方が済んでませんよということだったのかなと思います。で、そんなことないですよと、処理は済んでるんで調べてもらえますかっていうところで動画が終わっていったと思いますけども、またね、続きの動画を拝見して、それからあとまたね、正式なコメントをしたいと思いますけども、いや、私もね、店舗とか会社ってのをね、ずいぶんやってました。20代の後半から私は自分の事業を始めて、30代39歳までね、40歳になるまで1回もですよ、1回もあらゆる店舗、あらゆる会社が黒字になったことはなかったんですよ。借金が膨らむばかりで、でもね、自分でビジネスに挑戦してるんだから、それは仕方がないなと思ってました。あとはお金を借りた方も結構いましたけども、私はね、なんとか全員に返済ができたんですよ。というのが、どんな理由にしてもお金を返さないっていう、返してもらえない人の立場になった時に、なんかね、10万でも20万でもお金を貸して契約書まで書いたのに、それが破棄になる時の絶望感っていうのはね、ないだろうなと思ったんで、なんとかね、お返ししないとなと思う気持ちでやってきました。そうは言っても、私もね、途中ではね、ギブアップして自己破産をして清算しようと思ったことも、あったことはあったんですよ。幸いにしてそうはならなかったんですけども、商売っていうのはね、ちょっとした波風で本当に結果っていうのは変わるもんですし、自分の商売がうまくいけば、真似してね、同じような商売やってくる人もいますんで、結局は長い間一人勝ちってこともいかないですし、本当に様々ですよね。で、鳥居真知子さんもね、お店をされていたということで、どんなお店だったのかなと想像しながら聞いていたんですけども、私の場合は飲食店、遊技場、パチンコ、スロット、ビリヤード場でしょ、で、麻雀店など多岐に及ぶわけなんですよ。カラオケも一部あったんですけどもね、で、全てに私が関わったわけではなくて、私はなんていうのか、自分でオープンしたのもありますけども、事業を引き継いだのもあってね、例えばスロットとかパチンコっていうのは私全く興味がなかったんで、引き継いだ瞬間に閉店処理から始めたんですよ。でもね、本当にいろいろと経験させていただいて、多くの事業者さんが赤字で終わってるんだなってことも分かりました。私、広島にいたんですけども、8割ぐらいの会社が赤字なんですよね。8割っていうのを聞いたとき、本当かいなと思ったんですけども、全部ね、負債を抱えながらやっていて、どっかで何かが起きれば、その負債っていうのは、もう返済不能になってね、破産とかっていう、本当にカツカツの中でやってるんだなと思いましたね。その中でも一番苦しめられたのが税金です。頑張って商売しても、そのね、半分以上税金で持ってかれて、ちょっと税金遅れようもんならね、ものすごくしつこい督促という取り立てがあると、血も涙もないなと思いましたね。もともと税金っていうのがね、ちょっと高すぎるのと、
税金で暮らしていらっしゃる方がそれに比べて豊かすぎるんですよね。この辺のバランスもうちょっと考えていただければ、税金を払うのは嫌だったわけじゃないんですよ。ただね、経営者が首をくくるほどまでに税金って踏んだくるものなのかなと思っちゃいますよね。で、税金を多めに払えば多く払えば今度はね、まあ国税が入ってきて税務調査みたいな可能性も高まるし、何なんだろうなと思っちゃいますよね。まあね、結局私の愚痴みたいになっちゃいましたけども、鳥居真子さん後半の動画お待ちしますんで、またね、ご気分の良い時に送っていただければ幸いでございます。よろしくお願いします。これからもいろいろと一緒に考えていきましょう。私はいつもそばにおります。